深田君っていう同級生がいましてですね、アホっていうよりはですね、嘘つきなんですね。で僕は大阪生まれの大阪育ちで25歳まで大阪にいたので、アホの深田っていうとまあピンとくるんですけども、東京でこれを言うとみんなやっぱりこうえって思うんですよ。かなりアホっていうのがきつい言葉だから。でも大阪ではですね、アホの深田っていうのは愛すべきやつっていうニュアンスになるんですね。だから深田君っていうのは僕の中学校の同級生なんですけども、すごいね、もう幼稚な幼稚な嘘つくんですよ。で本当はだからみんな嘘つきの深田とか、深田嘘つきとか、ほら吹きって言うべきなんか分かんないですけども、なんかねその嘘というかほらが憎めないんですよね。なので、アホの深田というふうに呼ばれてました。でね、中学2年3年ずっと一緒だったんですけど、僕と須藤と岩田っていう3人のまあ大体サンバカトリオみたいにいつも遊んでるつるんでるやつらがいて、そこに深田君が時々絡んでくるんですけども、まあある日ですね、今度は俺バイクの競技に出ることになったっていうふうにいきなり言い出してですね、また深田が始まったぞと思ってますけど、僕らピンときたんですけどもですね、ちょうどその前の日のですね、金曜ロードショーでですね大脱走をやってたんですね。これですね、大脱走、戦争映画の定番のやつで、これスティーブ・マックイーンというですね役者さんが大型バイクに乗って走ってるシーンなんですけども、まあクライマックスですね、こいつが バイクに乗って、ドイツの国境線とかをバーッと走り回るシーンがあるんですよ。で深田君は多分このかっこいいバイクのシーン見たんだと思うんですね。バイクの競技出ることになったんですよ、ね、で思い出していただきたいんですけどですね、これ僕の中学校の時の話なんですね、深田君15歳です。バイクの免許取れないです。でここでですね、深田に、あ嘘つけよお前、まだ15やんけと、バイクの免許取られへんやんけって言っちゃダメなんですよ。もう僕と須藤と岩田はここら辺慣れたもんで、へえってこうまずねこう聞いてあげる、流してあげるところから始めます。で流してあげると深田君はもっともっと美味しいことを言ってくれるから、こうだん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 周りにも人だかりが出てきてきていい感じになってくるわけですね。で周りで嘘つけって言いそうな声があると、僕とか須藤とかが目で制してこうダメダメって言って、で岩田君がこうもっともっとっていうふうに乗せるわけです。で深田はバイク競技どんなん乗んのって言った、ああ何言ったかな、バイクのジャンプ競技に出るって言うんですね。ああそうか、大脱走のあの一番有名なシーンですね。ラストでですねこういうふうにスティーブ・マックイーンがバイクで鉄条網、かなり高い鉄条網なんですけど、バーンって飛ぶシーンがあるんですよ。これ を、まあ、見たんだろうと、つい何時間か前に見たんだろうと、でそれの興奮冷めやるの前に思わず言ってしまったのが、俺もあれをやるっていうことなんですよね。で、すごいなって言ったら、岩田君がですねナイスな質問しました。バイク何 cc って聞いたんですよ。で深田が一瞬考えたんですね。多分彼の中にバイク何 cc って言って常識的な数字がなかったんだと思うんですね。常識的な数字があると 50cc とか200cc とか 250cc とかすごく思い切って 750cc とかって言うと思うんですよ。でこのその数字を与えなかったら一体どんなことを言い出すかなと思って僕らワクワクしてたんですけど、須藤君がですねちょっととちってしまいましてですね、当時少年チャンピオンで七飯ライダーっていうですねバイク漫画を連載してて、 750cc に乗っている高校生の、まあ、話なんですね。なんでいやー七飯ちゃうのって言ってしまったんですよ。だから僕らとしては七飯って最初から言うたら深田はなんかこうそこでも話が終わってしまうやんか、あかんあかんって思ったんですけども、深田君そこで750っていう数字を、七飯ちゃうの750ちゃうのっていう数字を聞いて、それを基準と思ったんですね。つまり750は子供でも乗れるバイクっていうふうに彼は思ったんですよ。もっと言ったらんとあかんわけですね。で深田君がこう七辺ちゃうのって言われた時に 5000cc やーって言った来たねと、 5000cc と、さあこっからが僕の役割なんですよ。僕は昔から、岡田君は何でも知っているで有名な岡田君でしたから、何でも知っていることをこう武器に深田を追い詰める役割なんですね。追い詰めるというか、まあ、外堀を埋めていく。 5000cc で深田めちゃ大きいぞって言うんですよ。大きいわお前、深田君言うわけですよ。もう俺すっごい嬉しくなって、 5000cc でお前これ、教卓があったんですけどね、学校の前の先生が使う教卓、テーブルあって 200cc ぐらいのバイクのエンジンでだいたいこんぐらいやぞと、 5000cc のバイクのエンジンって言ったらこの教卓よりもっと大きいなってまんちゃうんかって言った。深田がおおそうや深田君も引き返されんとこに来たんですね。そんなお前人間絶対またがられへんと、
750ですら人間が思い切り足広げてこんなんやねんから 5000cc のバイクでどうやってまたがるねんって言ったら、深田君がエンジンに2つ穴が開いて足入れんねんって言うんです。言うたねと。確かにエンジンにはピストンヘッドがありまして、その間の空間のところに足を入れると言われれば納得せざるを得ない僕もいるわけですよ。足入れるかと。そんなバイクお前あんのか。ある。誰が乗ってんねんって言ったら、スティーブ・マックイーンって言ったんですね。まあそこまで言われたらもう僕らはすごいなと。今度いつそのバイクの競技があんのとか呼んでとかいう話をパラ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 するわけでなく、するしかないです。でそういうふうな話でこう終わったんですけども、深田君ですね、まあ、こういう性格ですから僕らは割と好きやったんですけども、学校におるですね、まあ、よくある不良ということはないんですけども、ちょっとあの元気のやんちゃなですね人らからはやっぱこうパシリっぽく預かれてたんですね。でいじめられてもおったんです。で僕らもそういう時に深田君を特にかぼたりせえへんわけですね。まあ大阪のですね昭和の子供たちですから、そこら辺はドライと申しましょうかですね、生存競争に関してはお互い自分が生きていくだけで精一杯みたいなもんですね。なんか言いながらだん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 大阪弁になってきて、米朝が俺に乗り移ったような感じになってくる。まあそこら辺ほっといたわけなんですけども、だから深田君がですねあまりにですねそういう感じであの自分がいじめられたり虐げられたりするもんですから、ある日ですね、俺のバッグには梅田会がついてるって言い出したんですね。梅田会、梅田っていうのは大阪の北と南とに繁華街分かれて、南は難波、北は梅田っていうんですけども、そこのとこですね。梅田会っていうのはですね、僕らもちょっと聞いたことがあるようなですね、大阪に住吉連合という暴力団の、まあ、あの大組織があるんですね。あの、まあ、一番大きい組織なんですけど、その住吉連合の下部組織として、高校生大学生 の, あの不良たちが、作ってるって言われてた。僕らもですねそれを噂には聞いたことがあるんですけども、高校生の集まりです。でそこのですね、梅田会がバックについてるっていうふうに言い出したんですね。だから多分ね、深田君ね、ガキ帝国見たんやと思うんですね、井筒監督の、まあ、彼の中では自分はこんな感じなんですよ。こんな感じでこんな感じで、でまあガキ帝国というと今の方に分かりにくいですから、ビーバップハイスクールですか。こんな感じで彼の中のイメージは自分はあったんですよ。で僕らあの中学生ですね、大阪市立三陵中学校というところなんですけど、中学生やったんですけども、そのバックにです梅田会という高校生グループがついてると。で、俺の護衛は四条縄手高校の裏番やっていうふうに深川君言い出してですね、もう僕は本当にどっから突っ込んでいいのか。まず深田のバックがおるって、ボディーガードがおるというところで、ボディーガードがおったらお前なんでそんなに毎日ボコボコにやられてんねんっていうのが一つ目ですね。二つ目、四条縄手高校の裏番、番長でええやんけそこは素直にと。番長でええのになんで裏番で、その裏番がボディーガードについてて一体どういう状態やねんやって、なんかね何が何か分かれんのですよ。住吉区ではこういうふうにみんなにバカにされてる時もあるけれども、梅田に行けばみんな通りでは人が道を開けるような存在やっていうふうにですね深田君言いましてですね、俺のことをまあバカにしてたりすると、四条縄手高校の裏番がそいつをチェックして後で焼きを入れるぞっていうふうに言うんですね。で僕らはそういうふうな話するんですけど、深田君ね、なんかその不良グループに絡まれた時は絶対そういうふうな話せえへんのですよ。当たり前ですけど、不良グループに絡まれてボコボコにされたり、なんかカツアゲされた後で、後で僕らと一緒にあのご飯食べたり、あと弁当の蓋の裏にお茶入れてお茶飲んでる時にそういう話をするもんですから、僕らもですねなかなか冷静に聞きにくいんですね。こうお茶持ち手が震えながら、ほんまなん深田とか、深田案外偉いねんなって言いながらこう手が震えるんですけども、でですねその当時僕がですねあの凝ってたのがですね、映画作り凝ってたんですね。で深田君がですねええタイミングで8ミリカメラ買うたんですよ。8ミリの富士フィルムの製の8ミリカメラ買うて、で映画作ることになって、で僕がなんか映画作りたいって言ったんで、僕が脚本書いて、監督もしてですねギャング映画撮ったんですね、まあ、銀行強盗の話撮ったんですけど、その時も深田君も一緒に出てもうたんですよ。でその時のねあの撮り方が、銀行強盗に入ってで、で警備員に見つかって最後警備員にどつかれて終わるみたいな、本当に短い5分ないぐらいのフィルムやったんですけども、それで深田君の役が銀行強盗で、で、僕はカメラマンですから、で須藤君と岩田君が、警備員の役で、で最後深田君を2人してボコボコにどついて終わりっていうやつだったんですね。まあ、楽しく撮影済んだんですけども、深田君は大変ですね不満たらたらでですね、俺のカメラで、で俺が主役やろと、
確かにそうですね。銀行強盗の映画で深田君銀行強盗なんですから主役なんですよ。でなんで俺がラストでボコボコにどつかれてかっこ悪く終わらなあかんねんっていうことですごい深田君怒ったんですね。で僕らそんなんいちいち友達やねんから謝らんでもと思ってたんで、いやじゃあ今度またなんかお前が映画撮ったらええやんとか言ったんですけど、深田君なんかすごい根に持ってですね、ある日たまたま言い回しとか悪かったかも分かるんですけど、深田君と言い合いになってですね、で須藤君が禁断の一言を言うてしまってですね、なやお前なんか嘘つきやんけっていうふうに言うてしまったんですね。深田君逆上してですね、普段やったら僕らとやり取りしてからほんだらって言って帰るんですけども、その日は何も言わんと帰って、そしたら夜僕のところに電話があって、深田から電話があってですね、岡田お前大変なことしてんぞ、分かってんのかって言われて、どないしてんやって言ったら、お前と須藤に梅田会から処刑宣告が出た。ほう、お前と須藤はあと24時間の命や、今のうちに家族にさよならを言うとけと。お前しまいに俺家族にさよなら言うぞって思ったんですけども、まあ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 、これは即須藤に電話せなあかんってことになって、僕は深田君の電話が終わった後即須藤に電話かけて、深田から電話あったかと言ったら、あったあったあった、処刑宣告出たそうや俺らにと、何があってんやってことで、まあ昼間のことやろうってことで、で次の日深田に朝を追った時に、もう深田は朝からニヤニヤ笑って、今日の晩でお前らも終わりやみたいなこと言うわけですね。でもうまあそこでね、さすがにね、ほんまに俺らは終わりなんかとか思えへんわけですよ。それよりは深田の頭の中でどういうシナリオになってるのかの方が気になるわけですね。でも休み時間に気になってしゃあないから、深田君にどうしたんと、俺と須藤はもう今日で終わりなんやろと、それはもう覚悟は決めたと、せめて人間死ぬ時はなんで死ぬのかを知りたいと、どうやって俺たちは梅田会から抹殺指令が出てどういうふうに殺されるのか教えてくれって言った。深田君はこう一泊考えるわけですね。深田って何がすごいかって、一泊考える間にめちゃくちゃストーリー作るんですよ。なんであの能力を勉強の方に生かされんかなっていうぐらいやって、深田がお前ら須藤と岡田は今日の晩コンボイに引かれて死ぬって言うんです。コンボイ、天王寺アポロビルでやってる映画あいつ見に行ってきたな。まあここの会場に来てる皆さん、年齢も性別も文化的バックグラウンドも多様なのでですね、コンボイと言っても分かれんと思います。1970年代前半にですね、アメリカであった、映画でしてですね、コンボイというのは何かというと船団のことですね。輸送船とかが、群れを組んで行動することをコンボイって言うんですけども、こんな感じのトラックだと思ってください。でまあ、僕らの間でその当時流行ってた映画のコンボイっていうやつは16輪トラックが出てくるんですけども、まあ16輪ぐらいこんな車輪がこういっぱいダーッとあるようなトラックなそうです。で僕と須藤君は、その日の夜ですね、まあ、金曜日の夜なんですけども、16輪トラックに引かれて死ぬというですね、どっからそのトラック来るんやとか、いろんな謎があるわけですよ。僕らもそれをいくらなんでも無茶やろうと思って聞いてたんですね。ちょっと待てよと、今日は本当に突っ込んで聞こうと思ってたんで、深田とお前のボディーガードは市場の当て高校の裏番やな、まあ、そうやと、じゃあそのお前を俺ら昨日笑って今日抹殺指令が出て、で今日俺ら殺されると、途中どうなってんねやっていうふうに聞いたんですよ。だから深田はそこはもうペロッと、市場の当て高校の裏番から連絡がいったら連絡が飛んで、でコンボイが出てくるっていうんですね。うん、いやそれは口で言うたら、まあ、そういうことになんねんけど、連絡が飛ぶってどういうことやのと、連絡が飛ぶくらいやったらその市場の当て高校の裏番が今すぐここに来て俺らをボコボコにどついてもいいはずやのに、どうやって連絡飛ばすのって言ったら、深田君がラジコンヘリが飛んでくって言うんですよ。ほう、そのラジコンヘリはどこにあるのって、うちの家にある。ほう、まだるっこしいことやなと思いながらも、そうすると岩田がですね、鬼の首を取ったように、俺一昨日お前のとこに行ったけどラジコンヘリないぞって言ったんですよ。いや当時のねラジコンヘリね、なかなかでかいんですよ。これがラジコンヘリの当時のサイズです。エンジンで動くやつですよ。で深田の家って今便宜上家って言いましたけど、アパートで部屋2つしかなくて、1つは深田のお父ちゃんとお母ちゃんとおじいちゃんが住んでるところで、もう1つは深田と深田の妹とおばあちゃんが住んでる部屋なんですよ。そこにこれが入るスペースは絶対ないんですね。いやいやラジコンヘリお前んとこのどこにあんねんって言ったら、ヘリ、まあ、深田がねそこのところはねもう突っ込まれて困ったなっていう感じで、屋根裏って言ったんですよ。屋根裏からどうやって出んのって、
屋根裏が開いてヘリが出んねんって、もう深田の家徐々に改造されてきたわけですね。ほう、屋根裏が屋根がパカッと開いてヘリが飛ぶねんなと。でコンボイのトラックはどこに隠してあんねんって言ったら、コンボイのトラックはうちの家の地下って言うんですよ。ほう、まあまあ、この辺皆さんもうどんどん飛ばしていきますね。で地下からどうやって出てくんねんって言ったら、ラジコンヘリが飛んできたら家がこう持ち上がって中から16人トラックが出てくるって言うんですよ。つまりまとめると、僕らが深田君を三陵中学校でいじめる、どっか知らんところで四条縄手高校の裏番長が見ている、それを見て四条縄手高校の裏番長がスイッチを入れると深田君の家の屋根が開いてラジコンヘリが飛び出して飛んだかと思うと、それが家へ帰ってきて深田君の家が持ち上がって16人トラックが出てきて僕ら後ろから引くというですね、大きい流れになってるんですね。これはまあ無茶やなと思ったんですけども、ここまでがすいません前振りです。深田というのはこんなやつで、ごめんねこんな話長くて。まあ当然あの深田君とはですね、その後仲直りをしましてですね、深田も仲直りせなあかん事情があるわけですよ。仲直りせへんかったら僕らその日の夜16人トラックに引かれて死ぬわけですから、なんとしても深田としては、まあ、金曜日中になんか友情回復みたいな光線が出てたんで、あの僕と須藤君も深田君と仲直りして、まあまあということになって映画作ることになったんですね。春休み利用して映画作ろうと。で深田君と一緒に8ミリカメラで映画作ろうということになって、深田君のリクエストでですね、俺は、カンフー映画が作りたいって言うんですね。深田君見たわけですね、燃えよドラゴンで、カンフー映画が作りたいんで、協力してくれと。で今回は俺が主演やと。で監督はまあ岡田がやってかめへんけども、俺がシナリオも書くということで、深田君ですねあっという間にシナリオを書いてきまして、で、村娘が悪いやつに狙われていて、で深田君のブルース・リーが助けに来て、で最初は悪者に対して師匠からの教えでカンフーを喧嘩に使ってはいけないというふうに言われたので、無抵抗で悪人にやられてやられてやられて、もうあかんいう時になったらわーって言うてヌンチャクをグワーってやって、あっという間に悪いやつらを倒して、で女の子がありがとうございますブルース・リーって言ってきたら、かめへんかめへん言いながら去っていくというですね、まあこんなもんですね、僕がいちいち口にしても言わんでもええようなですね、中学生が考えそうな話ですね。それをシナリオと言って持ってきたわけですね。で配役見たら 村を襲うギャング団で、もう村人がおれへんわけですよ。村人役がおれへんで、 村言っても娘一人しかおれへん村 で悪いやつらが二人おって、そこに深田ですよ。で村娘が僕になってるんですね。なんでって聞いたら、お前姉ちゃんおるから女の服あるやんって言われたんですよ。そんだけの理由でですね、僕は村娘をやることになってですね、もうあのこっから1ヶ月間ですね、俺土曜日曜のたびに撮影のたびに姉ちゃんの服借りて撮影現場に行って、カメラも据え付けですよ。その時は岩田か須藤が回してて、深田さんお願いとか、深田さん助けてとか、深田さん素敵って言うからですね、そっから僕のあだ名しばらく深田さんになったぐらいですね、女装も慣れてきたぐらいだったんですね。でカンフー映画を作ったんですけども、まあみんなね案外楽しく撮れたんですよ。っていうのはなんでかっていうと、映画の大部分ですね、7分ぐらいある映画の大部分は深田がやられるシーンなんですよ。当たり前ですけど、なんせラストで深田がわりゃーって戦うまでは延々深田をどついてどつくだけの映画ですから。で村娘がやられるシーンって言ったら、あーとかいやーとかそういうようなシーンしかもう取りようがないんですよ。でそこへ深田がやめろって言ってきたら、何やってんねやって言ったらボコン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 ってやるっていうだけの映画ですから、そこの部分の撮影は大変楽しくですね進行してですね、でいよいよクライマックスの深田がもう我慢でけへんって言って、まあ結構貧弱な体をで上半身裸になってヌンチャク振り回すシーンなんですけども、当時ねブルース・リー流行ってましたからヌンチャクは僕ら持ってたんですよ。でね、売店と違ってね、駄菓子屋でヌンチャク売ってたんですね。3種類ヌンチャク売ってまして、子供ヌンチャクとスポーツヌンチャクと本ヌンチャクというのが売ってたんですよ。子供ヌンチャクっていうのはもうソフトビニールでできてるんですね。だからパッコンパッコンとかスポンジでできてるやつもあったんですけど、これ痛くないやつ で50円ぐらいで売ってたんですよ。でスポーツヌンチャクっていうのは100円から150円ぐらいで売ってて、これもソフトビニールでできてるんですけど、一応端っこの方がちょっと硬い面になってて、でヒュンヒュンって音もするんですね。でプラスチックなんですけど鎖でつながれていて、かなりあの本格的な気分が味わえるんです。で700円ぐらいする本ヌンチャクというのがあって、これはもうカシの木とかですね、重たい木でできててですね、
めっちゃ痛そうなわけですね。でそういうのを50円から150円とか700円で売ってるから、僕らは中学校の帰りは毎日毎日駄菓子屋にたむろして、今日はなんかファンタ飲もうかチェリオ飲もうか豚まん食おうかヌンチャク買おうかっていうですね、なんか中学生特有の変な選択肢があって、どれにしようかって悩んでたんですけど、そんなんでですね、僕ら全員ヌンチャクを持ってて、である程度ヌンチャクは使えるわけなんですけども、まあ、子供ですからそんなにね長いことできへんわけですよ。で深田はですね根性入ったことに僕らも見直したんですけども、本ヌンチャク持ってたんですね、一番重たいやつで、深田のそのこういうこの構図で彼も撮りたいわけですよ。真正面からカメラ目線でヌンチャクうわーって振り回すシーンがクライマックスであるから、これをですね、まあ、撮影の最後の方に撮ってきて、いわゆる順撮りってやつですね、頭のシーンから順番に撮ってきて、一番最初流れ物が深田ブルース・リーがやってきて、で村娘がいじめられてて、で深田がやめろっていうで、みんなが深田をどつき倒す、深田が我慢する、また村娘を襲う、深田やめろっていう、また深田どつかれるっていう、これを4回ぐらい繰り返した後で、我慢できへんって言って深田がヌンチャクをうわーって振り回すシーンがあったんですけども、これがね深田のシナリオでは深田ブルース・リーヌンチャクを1分振り回すって書いてあるわけですね。でも深田ねせいぜい2秒なんですよ。いたとかこういたとかこう1,2,3 がもうないんですね。1でだいたい痛なんですよ。男性本ヌンチャクでもほんまに痛いんですよ。でうまいことつかめたと思ってこっち持ってきたらもう痛いんですよ。だから1,2痛いとかこう痛いで話になれへんわけですね。で春休みの間映画撮り終わって、で新学期始まってみんな3年になったら映画公開するはずやったのが間に合えんかったんですね、そこのシーンだけで。しょうがないなって言って、春休みもう終わりやんけ、深田どうするって言ったら、もうじゃあラストシーンだけ先に撮ろういうことになって、悪党をあっという間に倒した深田はって言うても、ヌンチャクのシーンがないから、もう悪党を倒すシーンなんかほんまにパンチ一発なんですよ。だから僕らパンチ一発くれたらすぐ負けた真似して、深田さんもすいませんって言って深田去っていく。でまた僕が慌てて助走して、深田さん行かないで、深田さーんって俺のシャウトで映画終わりっていうですね、嫌な感じのラストシーンもできて、で深田君は大和川の向こうへ消えていくという。大和川あのね映画で荒野の向こうへ消えていくって書くのは簡単ですけども、荒野の向こうへ消えていくのがどんなに大変か、深田歩く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 まだ映る映る映るなかなか大変やったんですけど、まあそうやってラストシーンまで撮ったんで、5月の連休前ぐらいにもそれ上がってしまったんですよ。で連休中に深田がヌンチャクのシーンを撮るっていうから僕らも付き合ってたんですけども、まあ、中学3年生ですからそろそろ受験勉強せなあかんわけですね。で深田がほんじゃもう俺が撮るって言い出したんで、三脚と8ミリカメラ深田に、まあ、カメラ深田のものやったんですけど、三脚僕のやつですから渡して、これで一人で撮ってくれって言って、で深田君はしゃあないから三脚前にしてこうわーって撮って、それを撮りだめするって言ったんですね。で夏休み前にはできるやろうと思って、 なんせまだ5月ですから、5月6月過ぎてもまだできへんんですよ。で7月に入ってもう1学期の期末試験も終わって、で夏休み入る前に映画公開できへんかったらどうすんねんって深田って言ったら、もうちょっともうちょっとって言って、もうちょっとでヌンチャクのシーン終わるからって、で1分のシーンにお前どんだけかかってんねんって言いながら、でしゃあないなと夏休みに入ってしもて、で長い長い夏休み、中学3年生の最後の夏休みですね、僕らは結構一緒に遊びに行ったんですけど、深田を誘いに行っても深田が、いや今日も撮影や撮影やというふうに言うて、あいつまだあれ撮ってんねやと思って、ええ加減忘れた頃ですね、夏休みが終わってですね、新学期が始まったら深田ができたって言うんです。でもう音も、まあ、音はあのアフレコと違って、あの同時のに入れなあかんタイプやったんだって、もうだから音はもう全部入ってるんですね。で音楽は後で入れるとか僕らもできへんかったんで、もうこれでフィルムつないでしもたら完成なんですよ。で全部の長さがやっぱり完成尺が7分ぐらい でこれを文化祭で書きようと、9月の23日やったかな、あの三陵中学校の文化祭があるんで、それを文化祭で書けるってことにしたんですね。で理科準備室取った、理科準備室って階段状になっているところ でスライド上映とかですね、短編映画の上映があるからカーテンが閉まって真っ暗になるんですよ。でこれはええ場所借りれたわと思って、でも僕らはもうね自分らが散々出た映画やし、僕にしてみたら自分が助走してる映画ですから正直見たくないわけですね。でそれでもねポスターはねいっぱい作りました。あのうちに、当時珍しかった監視、今のコピー機の一つ前の世代の湿式、湿る式って言うんですけども、青写真とかをコピーできるようなコピー機が入ったので、それでですね、まあ、ちょっと青写真風の青白反転したような形でのポスターを大量に作って三陵中学校中に貼ったんですね。で燃えよドラゴンっていう
あの燃えよドラゴンのロゴをそのまま切って持ってきて、燃えよドラゴンの間をハサミで切って広げて、燃えよ深田ドラゴンっていうですね、本当にそのまんまのタイトルをつけてポスター作って三陵中学校中に貼ったんですよ。で文化祭の当日、僕らはね、まあ、そんな深田の撮った映画やから、まあ、大したことないやろと思って、よその組が作った模擬店行ってですね、あのチーズケーキとか食べてたらですね、そしたら向こうから岩田がものすごい勢いで走ってきて、岡田深田の映画見たかっていうこと言うてくるんですよ。でどないしてんって言ったら、すごいことになってるから一回見て、見てみって言われたんですね。何かなと思って理科準備室行ったら、パニックですよ。学校中の生徒が理科準備室の周りにぐわー集まってきて、入れろ入れろ入れろってえらい騒ぎになってるんですよ。でなんでかと思ったら、一回映画見た人ももう一回入ろうとしてるんですね。でそんな準備とかしてなかったから、ほんまに整理してる人らもパニックになってしまって、どうなってるか分からへん状態なんですよ。で7分間の映画ですから、もう次々と回せるんですけども、会場がパニックになってから人がなかなか入られへん。でとりあえず僕らは関係者ですとか映写技師ですとかって言うて中へ入って、何が始まるんやと思ったら、もうフィルムを回す前からですね、すごい盛り上がってるんですよ。一種異様な雰囲気なんですよ。っていうのは、その理科準備室の中による観客の半分ぐらいはもう2回目3回目なんですよ。なんで俺とか深田の映画をそんな2回3回見たんやと思って、でもそいつらが興奮してて、で初めて見るやつらすごい不安なんですよ。でも所詮あの岡田とか深田とか須藤の あいつらの映画やろってことになってるんですけども、もうみんなとにかく見ろ、とにかくすごいって言ってるんですね。俺何が映ってるのか全然分からへんで、何やなんやと思ったら場内暗くなって、もう何回目かの上映が始まったんで、カラカラカラって始まると、燃えよ深田ドラゴンって画用紙に書いただけのやつがあって、で初っ端からもうあの深田が出てきて、みんなあははとか力なく笑って、次僕の女装が出てきて、みんなさらに力なくあははとかこう笑って、深田がやられるシーンやられるシーンって、まあ予想通りですよ。そんなに中学生が撮る映画やから面白いもんでも何でもないんですよ。でなんでかなと思ってたら、映画の深田がやられて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 、許せーんってクライマックスで、深田が急に正面の画角になって、うわーってヌンチャクをうわーって振り回すシーンですね。春休みから夏休みの終わりまでかけて、深田がほんのちょっとずつちょっとずつ撮ったやつをなんとかつなげて1分間にしたシーン、うわーって深田がヌンチャクを振り回してる後ろで4階建てのビルがみるみる立っていくんですよ。すごい太陽光線があらゆる方向から入って、後ろの木の枝に歯がブワー生えて、ビルがゴゴゴゴゴゴゴー、生まれてからあんな笑ったこと未だにないですよ。うわーって言うて、まあ伝説になりましたね、本当に。でね、あの2年ぐらい前にうちの中学校ってほんまにね同窓会せへんかったんですけども、久しぶりにね、もう本当に15歳で、僕今今年51やから、ほんまに30何年ぶりですよ、同窓会があって、でそれまでも1回か2回同窓会あったんですけど、僕行かれへんかったんで、もう35年ぶりぐらいに同窓会に行ったら、みんなね深田の映画は全員覚えてたんですよ。それぐらいインパクト強かったんですけども、あんだけ努力した深田くんのヌンチャクですね、1分間のヌンチャクシーン誰一人覚えてなかったというですね、そういう深田くんの話で、この話が枕であります。しんど